部アスナロは日本三大神廟の一つ、神戸市にある布引の滝がテーマとなっております。布引の地で暮らす村人、その村人を襲うもののけ。村人は道の女神にまつわる弁財天に祈りを捧げます。暑い中ではありますが、山彦のモットーである笑顔、元気、感動を皆様に届けられるよう精一杯演舞させていただきます。それではご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。一しずく集いて滝となる、一打退路夢を浮かす。見てくださった方々に最高の笑顔で
撤収。はい、ありがとうございます。ストーリー性があって見応えのある演舞でした。神戸大学よさこいチーム、やまびこの皆さんでした。続いて最後のチームになります。よさこいソーラン龍花組の皆さん。